こんにちは。今回は段ボールに絵を描きますが、初めは何を描くかは決めません。紙を貼ったり絵の具を塗ったりしながら材料の感じを楽しんでください。そのうちに自分が作ったものを見て、ああこれは何ができそうだなということを考えながら進めてみてください。では始めましょう。どうぞ。